ます。2022年6月の27日月曜日。衆議院議員の原口和代です。朝のご挨拶。a、ええ、です。ごきげんよう、えー。何日かぶりにですね。外に出て配信をしてます。だからちょっとスペースは両方はさすがにできませんので、外ではですね、えー。また別の機会にやりたいと思います。 だって内閣の支持率、まあ、他の国もそうですけども政権の支持率がどん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 落ちてますねそれは無にな,なるかなでですね、えー、まさに代理戦争これヨーロッパの友人が言ってたんですけども他国の領土をその使って他国の国民を犠牲にして代理戦争にかまけてるからだと。 ヨーロッパの友人が言ってましたでなるほどあの同じ G7 の国の中からもそういう意見が出てくるなとで片方でその自分のところの国民の生活はですねどん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 苦しくなっている、まあ、日本なんかもそのとこのままですね岸田インフレっていう言葉があのバズるようなそんな事態になってますが全くの無為無策。 何にもやんないですよねあの石油税原油に関わる税を引き下げりゃいいのにしない消費税も下げない今回の選挙もう争点簡単だと思うんですね消費税ですよ消費税を下げて国民の暮らしを下,し下がり続ける可処分所得を可処分所得っていうのは つまりお給料や年金からですね使う公共料金とか払う公共料金とか税金とか必需品必要品ですねそういったものを引いたあのてしまうとマイナスになっちゃうとこれじゃあ暮らしの安心は 貸し取れないし経済はどどどどんどんんどん落ちますね今日1時からだったかな、あのー、三橋さんの呼びかけで、あのー、リモート出演させていただきますが貸し分所得が下がると、まあ、円安は GDP を増やすとだから全然問題ないんだと言ってる人もいるみたいですけどもいや自国通貨がそんだけ急激に落ちれば 自国の会社あるいは株式他国に買われやすくなりますよねただでさえ衰退の中でおお加古おはよう加古おう彼女付き加古お久しぶり怪我しとったけんね ま、こうやってね、挨拶に来るんですよね。不思議ですね、カラスって。あの、ちょっと話が途中になってすいません。あの、可処分所得がどん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 下がる。だったら消費税下げる。で、こっちもこっちで、そのこれ、ね、国債ボンと出して、まだバランスシートに、日本全体のバランスシートに余裕があるから大丈夫ですよと。国民救いましょうと、いうことになるんだけど、次元とか、 またその、一定期間したら元に戻しますとか、こういうんじゃ迫力出ないですよね。で、一方でその、日本の未来を作る勉強会にも来ていただいた方々の中にもですね、この間の日曜討論ですかどこだかな。高市さんのあの消費税のあれはもうとんでもないですよね。だからこういう消費税増税論者との戦いでもあるわけですよ。 消費税法に何て書いてあるかって、そんなことぐらい誰だって知ってますよ。だけど、色がついてないんだからお金に。実質、そんな抜け穴がありますよっていうことを言ってるんで、法律の条文がどうなってるかなんて、わざわざ言われなくたって誰だって知ってますよ。それがおかしいって言ってるんです。だから今回の選挙もそうなんですけども、各国、あの、フランスもそうでしたね。 えー、与党ヨーロッパの軒並みじゃないですかアメリカもあの中間選挙11月にありますが今その予備,予備的ないろんなあの選挙を見てみると大体いい戦争にかまけてるっていうかそういうヨーロッパの友達の言葉を借りれば代理戦争に加担してる人たちは政権指導者は。 罪深いと彼は言ってましたけど、その罪の代償を払わされるんだとまで言ってました。まあそれはあの実際の選挙に出てるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、昨日あの和田さんのお誘いでですね、ロフトというところで、これもリモートで、どれぐらいでしたかね、7時から10時近くまであったんで、 2時間半とかお話をさせていただきましたけど、民主主義って一体何かと問われましたから、それは信頼のシステムだって昨日お答えをしたんですね。で、何に対する信頼かというと、人間の尊厳、もっと言うと人間に対する信頼のシステムなんです。だけど、その民主主義的に選ばれた人であっても、たとえ、 政権であっても間違えることがある。だから、あらかじめ憲法という形で、えー、その間違いを修正できるようにしとく。これが立憲主義なんですね。で、立憲主義、その憲法という形の中で、私たちは自由に自分の生き方を選べることができるし、選ぶべきなんだっていう考え方ですね。人間はやっぱり謝つわけですよ。で、そこでの野党の役割っていうのは、 やはり私たち国会議員は政権にないわけですから、野,野党はね。その政権がやる理不尽なこと、あるいは法律に沿わないこと、倫理に戻ること、これ徹底的に追求するわけですよ。それは当たり前の話ですね。そして、これ民主主義の大きな、あの、大事な機能なんですけども、 今の政権を代表していいるようなな意見ではないもっと言うと少数意見を,を代弁をすると少数意見についてそれを国会で改陳をしそして一定の,その実現を目指すとこれもその民主主義のほかあのを補強する意味でとっても大事な機能なんですね。 でこういったものを放棄した人たちで政権についてないからと言って本当に野党って呼べるのかと私たちはあの例えば野党合同ヒアリングでも野党共闘をしてきましたあの野党共闘って何かっていうとですねまあ本当にその正しいプロセス法と手続きに沿ったプロセスそれはあの それぞれぞ政党が違いますか立場が違違いいまますすか立場よだけどその手続きをしっかり守っていこうねとその手続きにとっておかしいことがあればそれは許さないという理念でもって横に結んだある意味の野党共闘だったわけですね。で提案型の何とかとか対決より何とかとかいう話があるけども。 そんなの、その、提案なんてするに決まってるじゃないですか。少数意見の代弁もしなきゃいけない。あるいはメインストリームの意見だって、今の政権でうまくいかないから、今の政権ではおかしいから、同じ政党ではないわけですから。そこのところを勘違いすると、まあ、とんでもないことになるだろうな、っていうふうに思いますね。ある意味、あの、 夜明け前が一番暗いっていうけども大きな帯同は始まってますよね始まってるだからそこは昨日ロフトの議論でも申し上げましたけどもあの恐れに恐れで対応しちゃいけないんですよね恐れには学びで対応しなきゃいけない恐れには論理でそうしないと恐れに恐れで対応するとですね それは実現しないんですよ例えば昨日ちょっと、まあ、あれ有料のコンテンツなんで自分が言った、まあ、いつも言ってる言葉だけを申し上げますとその水島ひろ子さんたちと改装したあの児童虐待防止法ですね2000年代の初めの児童虐待防止法っていうことを言うとですねあのなんだそれと。 いう人もいたんですよね。で、なんだそらっていう国会議員に、あなたの全く分かってませんねって言ったらもうそこで進まないんですよ。もう来ない。で、現状を一緒にじゃあ学びましょうということからスタートすると、そこで変わってくるんですね。昨日もあの、伊藤寛さんの、えー、プーチン氏のその来歴みたいなのがおっしゃってる、あの、 の紹介したらですね、それどんな来歴かというと、彼はまあ、サンクトペテルブルクの出身なんですけど、プーチン氏はですね、まあ今じゃその悪魔の代名詞みたいに言われてるけども、もともと非常にその勤勉で、あの理性的な人ですよね。で、あの、理念、理想、そしてそのパラダイム、ストラテジー、 政策、この全てに分かる、まあ、大変あの知能っていうかな能力の高い方ですよね。でそのことを友達にあの紹介したら彼が彼というかまあ友達って言ってもよそのこれもよその国の人ですけどもそうだよなってあの天才に対して猿があいつはバカだって林やしててるようなもんだなっていう表現をするんですね。 でももうその表現をした瞬間に負けなんですよ。要するに理解をしていないからお前は猿だと言われたらですねもうそこで怒っちゃって先に行かないわけですよね。それはあのレトリックとしてあるいは風刺として猿が天才をおとしめてるってたくさんのっていうのは分からなくはないけども。 絶対に政治家はそんな表現をしてはいけないんですよね。よく言いますよね。あの、老悪の人で、まあ、言ってみると、痛快な感じがするわけですね。そういうのね。だけど、じゃあ、建設的な議論が先に進むかっていうと、人間に対して猿とか、犬とか、なんとかって言っちゃ絶対ダメなんですよ。あの、 それはなぜかと、このロフトの議論に戻ってきますけども、すべての法律のもとは、人権だと、えっと、新平公が言ってるように、人間の尊厳なんです。で、人間の尊厳を犯しといて、人権を守りましょうという話は自己矛盾ですよね。あの、そういう意味でも、言葉を揃えて、そして、あの、学びを揃えると。 いうことが大事ですねいや久々に外に出ないうちに本当、うちもすごいことになってますラックスはもう土の中ですねこれあの死にかけたクリスマスローズ完璧に復活しました、ね、シュートがすごくてこれもラビーニアですねラビーニア やっぱり明るくあったかいとそういう社会を目指すんであれば表現も明るく暖かくするということがとても大事ですね。生んだ社会はともすれば人を攻撃する言葉それでカタルシスを感じる人もいるでしょう。だけど一時のカタルシスに政治は負けてはいけない。だから私たちもまあ中にはすごいことをその 鬼の形相でう、質問する人もいないわけじゃない。でも、それは共感を得られないんですよね。というのは、目指す社会と真逆だからですよ。表現の仕方がね。表現というのも大事ですね。このドンファンは、結構、あれですね。まあ、コルセットつけてるんで、 こうやって、本当は八幡神社まで行きたいんですよね。あの、この動画にもよく声をかけてくださっていた、あの、桜んぼのおばちゃん、この間亡くなっちゃったんですよね。もう本当につらい。一緒の10日会のメンバーだったんですけどね。いつもなんかこう、励ましてくれて、あんたね、可愛い,いワンちゃん連れて、 僕が病院にいる間に亡くなってるんですよねお参りに行きたいんですけどまあそれも叶いませんうわもうほんと草ぼうぼうじゃあ皆さん草深い庭からこれで失礼します新たな芽が出てきてますねあじゃあこっちのクリスマス どうぞやばしになってますねじゃあどうぞ良い一日をごきげんようありがとうございますじゃあ今日はねこんないい天気です昨日夜中に地震があって本当に肝を冷やしますけど 皆さん、あの熱中症や突風、水害、どうぞお気,お気をつけになってください。地震もね、ちょっと多いですね。ご機嫌よう